こんばんは。聞こえてますか？聞こえてますか？こんばんは、田中美久です。イエイ。はい、本日は6月18日土曜日、私のお誕生日です。イエーイ。16歳になります。はい。いやでも実はまだなってなくて、生まれたのが10時25分なので、その時間にライブをやりたいなと思い10時から始めました。えい、パチ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 えい、あー、皆さんおめでとうって、ありがとうございます。イエーイ。だから25分になったらなんとなくお祝いを自分でしたいと思いますすくまちゃんです。誕生日プレゼント何もらいましたか？いいところに触れてくれましたね。そう、今日6月18日は私の誕生日でもあったんですけど、私が大好きなアイリスさんのツアーの福岡公演がありました。それで私は初めてライブをね、見に行ったんですよ。はい、その時にグッズで買ってもらった T シャツです。イエイ。はいそう、すごい楽しかった。もうね、初めてライブに行って、なんか、あ、本当に実在してるんだなって思いました。なんかすごい、ね、今までやっぱこう動画とかでしか見たことなかったから、なんかね、いや、もう生で見れてすごい楽しい時間でした。今日はそう、すごい楽しかったです。福岡に来てたの？そうです、福岡に行ってました。イエーイ。ゼップ福岡に。ライブって最高よね。マジ最高でしたね。いや、なんかそれこそ今までやってたから、動画とかで見てたから、なんか結構振りを覚えられてて、やってるところでこう乗りながら踊ってましたね。そう、めっちゃ楽しかった。桜を見に行く父兄の気持ちと一緒。いや、そうですよね、こういう気持ちだったんだなって改めて思いましたよ。うん、いや、本当楽しかった。もう最高の誕生日になりました。え、いや、本当に6月18日に福岡にしてくれて本当嬉しかった。イエーイ。振りコピ完璧ですね。そうなんですよ、なんか踊れてました。いつの間にか物販も並んだ。いや、並んではないですね。もう結構ギリギリの時間に行ったので、あんま並ばずに買えました。めっちゃ楽しかった。どんなケーキ食べた？まだケーキ食べてないんですよ。今日それこそライブ行ってたから食べれないので、今度食べます。
いつだったかな、21とか。ダンスのお披露目は、そう、ダンスのお披露目といえば、今日誕生日の日に TikTok を始めたんですよね。もうついに始めたので、そこの TikTok で踊っていけたらなーみたいな思います。それこそね、こういろんな方のダンスを踊りたいと思います。席は前の方でしたか？あ、でも前から4列目の端っこだったんですけど、めっちゃ近くて、でなんかこうアイリスさんも言ってたんですけど、結構福岡公演はお客さんとの距離が近いって言ってたので、すごいなんか楽しくてマジで近かった、本当嬉しかったです。アイリス私も好き、私はプリティシリーズから入った。一緒です、私はプリパラから入りました。はい、そこからめっちゃ好きになってファンクラブ入って今こうなってます。もうほらめっちゃ近い、ほんと近かったんですよね。もうめっちゃ楽しかった。推しと目が合いましたか？多分、いや分かんない、勘違いかもしれないから多分ってことにしとこう。うん、合っててほしいよね。ゼップって近いんですか？他のところも あんま行ったことないから分かんないんですよね。今までゼップに行ってこなかったからね。もう本当に嬉しかった。楽しいね、オタ活っていう。はい、えちょっと待って、 何話していいか分かんなくなってきた。ちょっと待って、 TikTok、 何、そうなんです、 TikTok を始めたんですよ。もう、あ、 TikTok の話します。もともと TikTok をやりたくて、こう SNS を始めたら絶対やろうって思ってたんですけど、どのタイミングでこう始めようかなって考えた時に、それこそ誕生日の日にこう初投稿っていう形で出そうかなってずっと思ってて、でその初投稿の動画を何にしようかってずっと悩んでたんですよ。なんか踊ってみたにするのか、普通になんか TikTok で流行ってるやつにするのか、それこそこうやって自己紹介の動画をするのかっていうのを悩んでた結果、自己紹介のやつを自分で作って出すっていう。はい、あで TikTok のアイコンがちっちゃい私なんですよね。それもちょっと見てほしいです、ね、チェックしてください。あ、なんかちょっと待って、質問が来てますね。アイリスのどこら辺が好きなのか気になって昼も眠れない昼は眠れなくていいと思うけど、まあ紹介しましょうかそうですね、アイリスさんは小5の時に一回プリパラにハマって、その時は名前だけしか知らなかったんですよ。で中1の時にこうなんだっけ、プリパラのライブかなんかを見た時に、なんか衣装とかじゃなくて声とダンスがもうそのままリアルに出てきたみたいな感じで思ってて、すごすぎてわあかっこいいと思って見始めたんですよ。そこでアイリスさんっていうかプリパラの声優さんのライブを、でそこから、そしたらアイリスさんってことを知って、でランダムダンスの動画を見た時に、なんだこの面白い方々はとなり、そこでハマりましたね。もうそこでめっちゃ好きになりました。でも面白いし可愛いしスタイルがいいし、いやもうやばかったですね。私も同じ理由で好きになった。はあ、もう同志わかる、わかりますか、いいですよね
おすすめの曲は、おすすめの曲はなんだろう、いっぱいありすぎてちょっと悩めるちょっと後でストーリーにあげときます、おすすめの曲。そうでも本当にサビとか結構踊れるので、まあ、それこそ TikTok で踊りたいですね。銀ちゃんいるか気になって夜ぐっすり寝れそう。出れるなら教えません。はい、みくちゃんの目キラキラしてる。そうなんです、今日ライブ行ったからメイクしたんですけども、なんかもう若干取れちゃったね。ダンダムダンス勉強しよう、見てください、面白いですよ。なんかいっぱいあるんですよね、なんか最近も YouTube チャンネル、最近じゃないのか、もう1年ぐらい前になっちゃうんですけど、 YouTube チャンネルも開設したのでそれも見てください。音活楽しいよね、本当に楽しいですね。見なきゃダメ、ダメです、見てください。クマの名前は、この子はチョコちゃんです。私もう一つクマの人形があって、その子の名前は全く同じ色でショコラちゃんなので、この大きい方はチョコちゃんにしました。はい、なんか質問また来た。これからアイリスファンになりたいので、おすすめの曲とかアルバムとかいっぱい教えてほしいです。そうですね、おすすめの曲、おすすめのアルバム、おすすめ、ちょっとここで1曲出そう、おすすめの曲。いやいい曲が多すぎてちょっと悩めるけど、でもシャイニングスターとかその辺がすごい好きです。あとなんだっけ、リコールとか、はい、大好きです。あ、おすすめのアルバムっていうかシングルなんですけど、シングルはドリームパレードのシングルので、ドリームパレード自体も好きだし、そのカップリング曲も好きなのでそれも好きです。チョコちゃんと TikTok 撮って、オッケー、私もその曲好き。いや私ももう仲良くなりましょう。やばいよ、サンキューフォーエバーは泣いた、マジいい曲、それが本当大好きです、マジで好き。福岡ではライブ以外にどこかで遊びましたか？いやー、福岡まで行くのに時間がかかって、福岡から帰るのにも時間がかかったので遊べてないんですよ。また遊び行きたいな。アイリスの中では誰推しですか？サキ様です、サキ様です、サキ様です。ちょっと待ってくださいね、ちょっと、証明するものが大量にありますよ、ここに。サキ様です、サキ様です。やばいですね、改めて聞くと、カラー好き、カラーは好き、私も大好き。そう、今日グッズも買った、今来た、サキ様、そうなの、ね、大好きなんですよ、本当大好き。オタクツウィークちゃん楽しそうで何より。お前なんかちょっと楽しすぎてちょっと顔が赤くなってきた。サキ様の魅力を教えて。もう本当に素晴らしいお方です。いやー、もうスタイルが良くて、歌が上手くて、声も綺麗で、もうトークがすごくて面白くて、いやもうライブでも、もうなんか普通だったらカメラに抜かれてないところが面白くて、もう良かったです今日のライブ、イエーイ。もう本当にもうぜひ見てほしいです、アイリス。福岡で暑い、福岡、まあ大分と同じぐらいなんですけど、でもなんか
今日のライブでこうメンバーのゆうきちゃん、ゆうきさんがなんか福岡はあったかいって言ってて、東京なんか最近梅雨入って寒いって言ってたので、え、あったかいんだっていう発見でした。新しい、はい、質問募集中です。さき様を語るみくちゃん可愛い、やばい、めっちゃ照れちゃう。顔赤いよ、やだ恥ずかしい。オタクモード、そうオタクモードやばいね。はい、顔真っ赤。東京暑いよ。暑いの？言ってることが、あ、今日は蒸し暑かった。うん。確かに。今日は晴れだった。あ、晴れ。福岡自体は晴れでした。なんか大分雨降ってたらしいけど。めちゃめちゃ生き生きしてるって恥ずかしい。みくちゃんの推しの名前と私の名前が一緒で嬉しい。さきさんいいな。さきさんこんにちは。みくちゃん晴れ女。いや多分私本当に晴れ女なんですよ。いやなんか雨の日でも絶対晴れになっちゃうっていう。さっきお誕生日おめでとうのストーリーしたので見てください。そう、それについて今日お話ししようと思ってたんですけど、メンションをしてくれた方のストーリーと投稿に今日いいねを押しに行ってるので、そういいねをなのでぜひそう上げてくれるのすごく嬉しいので、メンションしてくれたら嬉しいです。いいねしに行きます。それか投稿し、メンションし忘れた方は投稿したよって DM にくれるといいねしに行きます。もうありがとうございます。お祝い嬉しいです。ありがとう。みくちゃんマスカラしてる。そうマスカラしてるんですよね今日。でもちょっともう固まってバッサバサ。まああとお風呂入って寝るだけなんで、まあいいでしょう。インスタグラムですか？インスタグラムです。ツイッターね、ちょっとツイッターは追うのが難しくて、ちょっとインスタをハートしてます。はい。雨の日に聞きたい曲は。ちょっと待って、今曲名を思い出してる。なんだっけ、あれです、プリティリズムのハッピーレインの曲です。なんだっけ、誰か知りませんか。なんだっけ、なんだっけ、どうしゃぶりハッピーの続きがわからない。もうだから それです。はい、誰か、はい、次の質問いきましょう。豆腐は木綿派絹派どっちだっけ。木綿が硬いの絹が硬いの、とりあえず硬い方が好きです。TikTok ライブはいつですか。 TikTok にライブができることを最近知った。どうする、やってみる、こっちでいい。あ、土砂降りハッピーじゃない、それですそれです、土砂降りハッピーです。土砂降りハッピーが大好きです。一番好きです、プリリズの曲の中で。あ、でもそれは嘘かも、他にもいい曲いっぱいある。木綿派です。絹が柔らかい方か。私木綿が好きです。ちょっと知識がなくて。カラオケでよく歌う曲は、カラオケをは最近行ってないけど、あ、でも最後
行った時はアニソンをめっちゃ歌ってて、最後の方はプリリズとかプリパラとかの曲ばっか歌ってました。そう、友達もしてたから歌えた、楽しかったです。みくちゃんのダンス動画たくさん見たいな。踊りましょう、いつか。今日は何時までする予定？ちょっと予定はまだ決まってないです。できるだけやります。イエイ。真面目か気真面目ならみたいな曲が好きでした。わかります。あれですよね、ちょっと今名前を思い出している、若菜ちゃん、若菜ちゃんの曲、曲名はちょっとよくわからない、ちょっと曲名覚えられないんですよね。高校のテストは、テスト、もうテスト勉強しなきゃ、今度あるんです、7月の最初の方に。インスタライブは1時間で自動的に切れるんじゃないっけ。そうそうそうです、そうです、切れます、勝手に。それこの前、あ、そう、私が最初にインスタライブをした後に見た三河子さんのライブで言ってました。そう、これで、あれでしょ、ポーズ知ってるよ、これでしょ、覚えてる覚えてる。プリズミ知ってる、知ってます。ちなみに私の推しはレイナちゃんです。もうマジで歌い、最近作った料理は、最近は料理を作っており、あ、昨日カレーをちょっと作りました。16歳の抱負は、16歳の抱負は、テストの順位を下げない。はい。三河子さん綺麗ですよね。綺麗なんです、とても綺麗なんです。え、ミレナちゃん視聴中なの、マジで、本当、マジマジで本当、見てくれてたら嬉しいな。ミクちゃんといえばカレー、やっぱりそうですよね。あげるんじゃないんだ。いや、あげたいですよ。あげる、あげることを前提に。はい。テストの順位何番くらい？はい。そう、あげるって言ってもあと2位しかないじゃないですか。きついじゃん。だからとりあえず下げない。ミレナちゃん。お誕生日おめでとうだって、ありがとうございます、嬉しい。もう好き、ミレナちゃん大好き、もう神です、神です。はあ、嬉しい。だって今何時、あとちょっと、あと何分だ、1分2分、もしかしてもうなっちゃう感じですね。あと1分か、あと1分だ。ミレナさんとコラボしちゃわない、いつかしたい、いつかしよう。ミレナちゃんの好きなところはもう全て、全て好きです。もう神です、女神様です、本当大好きです。ミレナちゃんは神です。やばい、あと1分だって、あと30秒もないよ、どうする、16歳になっちゃう。15歳最後のスクッショタイム、あ、えい、あと5秒、よ、5、4、3、2、1、はい、16歳になりました。イエーイ、みんなでジャンプする、ちょっとジャンプできないからここでジャンプ、はい、16歳、はい、
ありがとうございます。16歳になりました。田中です。イエイ。チョコちゃんです。この子はまだお家に来て最近です。はい、イエーイ、ハッピーバースデー。ああ、スクショタイムお願いしますって今来てたわ。ちょっと後でまたしましょう。さっきの少しタイム終わりです。あー、皆さんお祝いありがとうございます。ハート。あれ、今身長伸びた？伸びてたらいいですね。もう伸びてほしいですよ、身長。今日もアーカイブ残してほしい。皆さんがお望みなら残します。え、アーカイブ残してほしいですか、それか1回限りのものにするか、どうする。15歳を振り返っての感想は、15歳の記憶があまりありませんって言ったらどうしましょうか。ちょっとでも本当にないんだよね。15歳でしょ、何買ったかな。ジャズダンスを始めた。体は全然柔らかくならない。もうどうにかしよう。はい、もちろん残してください。残そっか、残しましょうか。はい、じゃあ残しましょう。身長は何センチまでいきたい？もう多分無理なのでこのままでいいです。縮まないことを願います。受験だったのでは、確かに忘れてた、受験。受験が来ました。はい、忘れてた。質問募集中です。質問してください。早速来ました。最近見た映画は、最近見た映画は、最近映画はコナン以来何も見ていません。そうなんですよね、コナン以来何も見てなくて。そうなんです、あれからコナンのアニメにドハマりして1話から見るっていう、通学中とか下校中とかも見てたら200話行きました。ちょっと見すぎだって言われるから、日本史と世界史どっちが得意？どっちも得意ではございません。地理が得意です。地理が、地理で、地理地理。つぶらなかぼす飲んでいます。いいなぁ、いいなぁ、つぶらなかぼす飲みたい。握り寿司は何が好きですか？握り寿司ってどこまで握り寿司？握り寿司？握り寿司。お寿司は基本全部好きです。肉ちゃん理系？多分理系のはず、多分、多分ね、多分。英語と国語はできないので多分理系です。何カ国名言えますか？わかんない、思いつく限り言い出すと多分止まらなくなっちゃうからやめとこ。ここの授業きつくない？きつくないです。みくちゃんにファンレターとか送れますか？はあ、ねえ、どうしよう、ちょっとまだ悩んでます、それに関しては。ファンレターみたいに DM に書いてください。あ、で、ちょっとそれで思い出した、 TikTok のコメントが私できないんですよ、年齢の関係で。なんかそれに関しては、なんかインスタかツイッターかにコメントくれたら嬉しいです。
ちょっと頑張って覚えたりするのでお願いします。あ、なんかいろいろ質問来てますね。見ましょう。じゃがりこ九州醤油味が売ってじゃがりこ九州醤油味が売っていません。そっか。ですよね。九州じゃないならあんまり売ってないだろうな。はあ、そっか。でも私あの東京でマイバスあるじゃないですか。マイバスの九州フェアの時に売ってて、全部あもう毎日のように買ってました。はい。年齢制限あったんや。あるんですよね。なんか18歳からコメントができるのかな。あと 2年。ファンレターは DM で個人事務所あげちゃう。だってそんな簡単にあげれるもんなのですか。じゃがりこ九州醤油味、日本、西日本にはあるの。あ、そうなの。九州でたくさん売れると全国展開されるんじゃない。買うか。大好き。でも私絶対じゃがりこは大分では九州醤油味を買います。ちょっと待って、今日滑舌がすごい悪い。まあいいでしょう、大丈夫大丈夫。はい、次、スパイファミリー見てます。見始めました、途中まで。最近はコナンにハマりすぎて他のアニメを途中から見ていないという事件が起きております。旅行したい国はフランスです。変わってません。見に行きたい映画はありますか。今のところないです。最近新しく気になる声優さんはいますか。もう声優さんは基本ずっと好きだからもうよくわからないですね。誰だろう、最近気になる人でしょう。気になる気になる。あ、声優さんとアーニャで思い出したんですけど、アーニャの声優さんは大分県出身なんですよ。同じ大分県。アーニャの真似して無理です。はい。いや、声優さんが好きすぎて自分のモノマネに納得いけないんですよね。はい。安本ひろきさん、マジでも安本さん好きですよ。前田香織さんとか佐藤ひなたさん大好きです、大好きです。さっきの声優と遊び見ましたか。私最近忙しくて声優と遊びを見れてないんですよ。見たい、ゆっくり見たい。そう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 、それでアーニャの声優さんがね大分の人なのでね、その声優さんはね大の大冒険の大もやってるんだよ。すごいよね。安本さんもスパイファミリー思った、出てましたよね。びっくりした。お、いると思って。生徒休み最近見てます。面白いです。何曜日が好きですか。逆に聞く、何曜日が好きですか。今大分出身の有名人教えてください。大分出身の有名人、指原リノさん、森七菜さんとかですね。はい、わかりません。はい、ちょっと待ってね、見ましょう見ましょう。基礎の題見なきゃ。見ます。あの明日更新されます、アベマで。声優さん本当すごいですよね。大体見てるの見てますよ。2020のやつですが見てます。面白いですよ。
金曜の夜から土曜の朝が好きです。わかります、その時間大好き、私も好き。大は漫画で泣いたな。大の漫画っていつあったんで、これ気になるんですけど、大の漫画っていつあったんですか。よくわからない。ちょっとアニメでハマったみんなから。よく買ってる雑誌はありますか。最近雑誌は全然買っておりません。コナンは誰が好きなんですか。いや、佐藤刑事と伊達さんっていうのは前回から言ってるんですけど、最近あのカズハちゃんがすごい好きなんですよね。いや、ほんと好き。なんかあの性格好きですね。90年代、25年前、そりゃ生まれてないね、昭和です。大のキャラ誰が好き、誰が好き。ポップ、クロコダイン好きですか。好きです、クロコダインは好きです。あとは女子っていうか女性ではマームです。いいです、あの辺が好きです。30年ぐらい前なの？もうそんなに前なの？そりゃ私生きてないですね。ちょっと待って、どん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 。ちょっと待ってくださいね。ドラマ最近見てました。私ドラマ全然見ないんですよね。なんかあの、私はドラマもアニメもそうなんですけど、最後まで終わってないと、あのその続きが気になりすぎてもうダメなんですよ。もう最後まで終わってから見たいです。はい、マムも三河子さんだしで、そうなんですよね。ミクちゃんのアバンストラッシュが見たい。いつかやりましょう。今はちょっとあれですね。ロンベルク好きですか。まだ出てきてない。あ、いや、私が見てるのはもう出てますね。ちょっと待って、もうコメントどうやって見ればいいの。ちょっと苦手かも、これ。コメント見るの。ヒュンケルのようなイケメンではない。いや、私ヒュンケルがどうしてもね、なんかちょっとよくわからないんですよ。ヒュンケルの良さをあまりできない。ちょっと教えてほしい、ヒュンケルの良さを。全力のアバンストラッシュをお願いします。嫌ですよ。ちょっと今度またちょっと練習してから、練習してから。ちょっと待って、質問。じゃがりこの他に最近ハマってるお菓子教えて。オレオです。オレオが好きです。ヒュンケルはツンデレ。あ、やっぱりそれはわかります。ヒュンケルイケメンじゃん。確かに。最近クラシカロイド見始めました。クラシカロイド、私ちっちゃい頃、小学4年生ぐらいからすっごい好きなんですよ。いや、びっくりですよ、その声優さんが私の好きな声優さんだったとは。オレオ逆さから読んで。オレオですよ、オレオ。アバンストラッシュを練習する田中さん、いつかやりますから。ちょっともうその話は終わり。もう恥ずかしい、もうほら顔赤くなっちゃったじゃん。
オレオの食べ方、半分に割ってクリームついてる方から食べる派。私逆です。割ってついてない方から食べて、ついてる方を最後に食べる、そっちです。ちょっと待って、もうコメントが早すぎてちょっとついていけてない。ちょっと待ってくださいね。耳はずっと赤いです。そんなことある？恥ずかしい。え、もう今冷たいよ耳。やだ恥ずかしい。ケプラカブマシカムバしますね。そうですね、もう楽しみですね。赤いの恥ずかしいんだけど、マジでやだ。アーカイブ残すのやめようかな、めっちゃ赤いんだけど。めっちゃ赤いじゃん、恥ずかしい。 K-POP 好き？ K-POP あんま聞かないんですよね。うん、それこそ声優さんとかばっか見てるので。はい、みくちゃんの耳は特徴的で良き。でも特徴的なのがちょっとこういう時に恥ずかしいよね。赤いのバレてんじゃん。赤いの可愛いとか言わないで、恥ずかしい、照れてるんだから。少女漫画は見ないの？君に届けを一巻だけ見ました。はい、これから全部見るつもりではいます。兄様見ますか？兄様ね、見たいんですね。私兄様の2015は見ました。大好き。呪術廻戦漫画読んでますか？呪術廻戦は単行本派です。ちなみに単行本の分は全部読んでます。で、単行本で、私のいとこのお家にジャンプがあるんですけど、そこでちょっと先も見てます。何系のアニメが好きですか？いや多分おかしいんです、私の好きなアニメのタイプが。ガンってめっちゃ子供が好きなやつと、子供は絶対見ちゃいけないってやつの差が激しいんですよね。男性声優と女性声優だったらどっち好きな人が多い？え、女性声優だと思います。なんかなんだろう、女性声優さんには推しがいるって感じ。男性声優さんはなんか男性声優さん自体が好きみたいな感じなんですよね。呪術廻戦舞台あるね。いやなんかクオリティ高くないですかあれ。いや呪術廻戦のクオリティが高くてびっくりした。漫画アプリ使えますか？使えません、こっちの方。あーもうミルナちゃんからハートが来てる。もうまた照れちゃう。おー大好き。お化粧してる？してます。ゆるふわ系のアニメは見ない？ゆるふわ、何、どこまでがゆるふわなのかわからない。男子が好きなアニメをよく見てるイメージ。そんなことない、そんなことない。プリパラとかプリティシリーズは絶対違う。女の子が見るアニメ。ゲトウスグルについてどう思いますか？闇落ちが寂しいです。やばくない時間？ちょっと待って、早くない？声優さんの番組や配信で好きなのはありますか？それこそ番組は声優と休みで、あとアイリスステーションが好きです。ちょっと滑舌が本当に悪い。なんかここら辺なんかあのアニメのおすすめをたくさん教えてくれてますね。これもこれからちょっと見ていこうかな。でも今はとりあえずコナンを一から見てる。
大事なことは3回言うのね。いや、ただ単に噛んだだけです。恥ずかしい、言わせないでくださいよ。この前の番組で日向ちゃんのオタクっぷりが笑った。見ました、それマジ面白かった。あの番組でもなんか声優さんいっぱい出てるから結構チェックしてるんですけど、めっちゃ面白かった。なんか歌ってましたよね、曲何だったかな、何の曲だっけ、ちょっと忘れちゃったけど。コナンは何話あるんですか。千何話かありますね。そうです、千何話あります。アミューボチャンネル見てますか。見てます。それこそアミューズの声優さんはあれなんですよね、牧野由依さんがと田中あさみさんとか結構好きな声優さんがいます。ちょっと待って、内田優馬さんとか岡本さんとかが好き。わかります、内田優馬くん大好き。好きなのコナンの映画は、私コナンの映画全然見てない。アニメばっか見すぎてコナンの映画は全然見てません。多分唯一見たのがハロウィンの花嫁です。ハロウィンの花嫁は本当に面白かった。蘭姉ちゃん最初角なかったよね。なんか角っていうか若干飛び出てたかなみたいな。コナンの単行本はさすがにちょっと集め始めたら止まらないよ。昔のアニメで好きなのは、昔のアニメあんま見ないですね。でもなんだろう、昔のアニメって言っていいのかわかんないけど、大の大冒険でも2020に新しくしたのを見てるんで、そうです。なね、あとコナンの昔のやつはもうトラウマ界が大量にありますね。昔のコナンのアニメ怖い、確かに本当に怖かったのが多かったです。結構 100話まで200話ぐらいまで怖いのが多いって調べたら書いてました。コスプレ好き？コスプレはあんまり興味ないです。今の大の大冒険はよく再現されてますよ。そうな、なんかあれをなんかなんていうの？こう昔のやつと今のやつみたいな、あれを見たらすごい、なんだ、誰かの声がすごい似ててびっくりしました。怖いけど見応えはありますよね。そうなんですよ、見てて面白いんですよ。コナンは図書館の会がトラウマ、あれですよね、あの館長がマジで怖い。図書館に戻ってきた時の顔がね、もうあれはトラウマ。夜見た時に焦った。ポップの声はあまり変わらない。ポップかな、すごいなって思ったんですよ、声変わらなくて。図書館エレベーターだっけ、多分そうです。なんかあゆみちゃんが間違えて電気つけちゃってみたいな。もうあれからちょっとエレベーター見ると怖いんですよね。びっくりした、あれは怖い、本当に怖い。共感してくださって嬉しいです。アニメは一人で見るの？絶対一人で見る派です。犯人はこの中にいます？いますか、いるのか。ちょっと私は探偵なんてできないんで、自首してください。自首してください。でもあれですよ、一番好きなコナンのシリーズはなんだっけ、本庁の刑事恋物語です。
はい、好きなのは本庄の恋物語3好きです。人任せや他人か、他人任せ、いや確かに自首します。あ、してくれますか。みんなで見た方が、そうですか。だってなんか一人で見てた方が集中できる。みくちゃんに言われたら自首しちゃう。なんかやったんですかとか言って、絶対やってないだろうけど勘で捕まえる。確か3で何の話、あれです、佐藤刑事のお父さんの事件の話です。映画で松田刑事好きになりました。マジイケメンでしたよね。好きでした、好きです、好きです。家族の笑い声かな、いや家族じゃないです、誰か近くの方、家族は静かですね。手錠のやつだ、そうです、手錠のやつです。高木刑事が壊さないっていう、あれは感動しますね。賑やかなお家ですね。今うち静かです、とても皆さん。近所が賑やか、確かに。何があったのかな、海派山派、海です。ご兄弟は何オタですか。もう多分うちの家族私だけがオタク気質なんですよね弟はでもゲームオタで、妹は何だろう、 YouTube で好きな方がいる、それのオタクかな。で一番下の妹はマイクラオタですね、多分。実在してる？してますよ。いやそうなるのは分かります、マジで。もう今日もな、体感してきたところなんで。泳げるんだっけ。泳げません、息継ぎができません。いや自力では泳げますよ。みんなオタじゃん。いやこれは何、軽いオタ違う、私はこうグッズとかめっちゃ集める、もうめっちゃ見るタイプのオタクで、やるだけみたいな、でもまあずっと続いてるみたいな感じですよ。まあオタク気質、はい、そう推しの T シャツが着ないじゃん、オタクじゃないとそうずっと着てるもん今日ライブの時から。そう軽オタ、軽オタ、重オタわかんない。みくちゃんはゲームやるの？私はトゥーンブラストっていうパズルゲームはやります。ハート、じゃあミレナちゃんにクロール教えてもらおう、教えてくださいいやあれなんです、ただ単に息継ぎができないだけ。泳げるのは泳げるよ、きっと。オシティはユニフォーム、それですよ本当に。もうオシティはユニフォーム、確かにめっちゃ可愛いですよね T シャツ。日本語が難しい、え海外の方ですか。ちょっと待って、ごめん英語ができない。あはい、多分その T シャツをっていうの大分県ではみくちゃんだけだと思う。それはないと思いますよ。あー分かんない、さきさま T シャツは私だけかもしれない確かに他のねメンバーの方のやつなら持ってる方がいるかもしれないってことを思っております。英語できないの一緒、こういう場合なんて返したらいいのかわからないんですよ、どうしよう。ハロちょっと待って、何もなかったことにしよう。
私も英語できません。もう英語わからない、もう喋ってくださいとか言われたら困る困る。塾講師で英語教えてます、教えてください、私に教えてください。もう専属の塾講師になってくれて、もうインド教えてください。もうだって日本人だもん、本当それですよ、私は日本人。英語難しい、もう日本語でさえ怪しいのに、どうすよ。オシティはネットに入れて洗いましょう。了解しました。教えます、教えてください。本当にみくちゃんの先生になりたい。英語と国語の先生を募集中です。みくちゃんの学校もコミュ、ありますか。ありますよ、ありますあります。ちょっと待って、時間やばくない、ちょっと待ってや。あ、私何時に始めた、10時だよね。あと5分で切れちゃうね。まああと5分ぐらいやろう。でもそれこそあれだよ、勝手に切られたくないから50何分かでバイバイって切ろう。国語なら、国語ならいけます。国語ならいけますか。私国語が本当に苦手なんですよね。英語教えるので数学教えて。数学、数学って言ったってそんなに得意なわけじゃないですよ。得意って言ってたけど、ちょっと最近ちょっとね、わからない。またやって、またやろう。ちょっと待ってやって置いた弁。え、そうなんですか。ちょっと待ってやって言わないかな。じゃあスクショタイムお願いします。そっか、スクショタイムか、後でやりましょう。もう置いた子でいいんじゃない。よし、置いた子です。じゃあこの辺でお開きにしますか。やばくない、スクショタイムお願いします。早い早い、ちょっと待って、あとちょっと、あとちょっと。おとかつで聖地巡礼とかはする？したことないですね。やってみたい。この間一寸釣りという大分弁を教えてもらいました。一寸釣り、一寸釣りってなんだっけ、あれ渋滞かなんか、あれ違ったっけ。まあいっか。16歳楽しんで、残り1分57秒だって。はい、スクショタイムいきます。はい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 、無言でやる。あ、そう、この前やってた三越さんポーズね。ノースリーブ、ノースリーブ。顔ちょっとコロコロは今持ってません。夏休みおたかつする、したいな。ちょっともういっかな。はい、スクショタイム終わり、イエイ。あと1分11秒。ポーズ止めてくれないと。いや、そんな動いてました、すいませんね。あと55秒です。最後の10秒で切りましょう。ゆくちゃんに認知してもらうには、もうたくさんコメントをしてください。あと覚えやすい名前にしてください。これ大切。あとアイコン、アイコンも分かりやすいやつにしてくれたら分かります。イエーイ、好きです。みくりんハート好きなのね、かわいい。いや、なんかポーズって何があります。ハートしか思いつかない。あ、これ。はい、今日は私の誕生日のライブでした。はい、あと残り10秒なので、またいつかやります。そしてアーカイブは見るので、見てください。じゃあバイバーイ。